ハリヤ犬種ガイド起源から現代までの完全な歩み。ハリヤはその活発な性格と独特の外観で知られる犬種です。イギリス原産のこの犬種は狩猟犬としての長い歴史を持ち、現在でもその遺伝的特徴と素晴らしい性格により世界中の多くの家庭で愛されています。起源、ハリヤの起源については諸説ありますが、17世紀にイギリスで誕生したという説が有力です。ブラッドハウンド、タルボット、バセットハウンドなどの猟犬を交配させて作られたとされ、特にウサギ狩りに適した犬種として知られています。歴史、ハリヤは1260年代にエリアスでミッドホープ卿によってウサギ狩りに適した猟犬として改良されたと記録されています。その後、優れた猟犬として西ヨーロッパやウェールズに広まりました。外観、ハリヤはビーグルに似た外観を持ちながらも一回り大きく、骨格がしっかりとしています。体高は53から60センチメートル、体重は20から30キログラムほどで、筋肉質の中型犬です。毛色は白、黒、茶のトライカラーが一般的です。性格、群れでの狩猟が得意で、集団生活を好むため、人と一緒に生活することも大好きです。争いを好まない性格で、他の犬との多頭飼いにも向いています。また、頑固な面もありますが、タフで忍耐強い犬種です。飼い方、ハリヤは活発でスタミナが豊富な犬種であり、毎日1時間以上の散歩が推奨されます。また、鋭い嗅覚を持つため、広い公園やドッグランでの自由な運動も喜びます。社会化、ハリヤは他の犬との協調性があり、多頭飼いに適しています。若いうちから他の犬や人との交流を持たせることで、社会化を促進しましょう。しつけ、猟犬としての執着心が強いため、散歩中のしつこい地面の匂いなどに現れることがあります。しつけは一貫性を持って行うことが重要です。散歩、活発なハリヤには毎日の散歩が不可欠です。運動不足になると、破壊行動や吠えるなどの問題行動が出ることがあるため、十分な運動を提供してください。外出、ハリヤは外出を楽しむ犬種です。新しい環境や匂いを探索することで、精神的な刺激を受け、健康を維持します。食事、総合栄養食を主食とし、年齢と目的に応じたフードを選択することが大切です。手作りフードを与える場合は、栄養バランスを考慮してください。おやつ、おやつは適量を守り、肥満を防ぐためにも注意が必要です。トレーニングの報酬として利用することもできます。おもちゃ、運動能力が高いハリヤには、活動的な遊びが適しています。嗅覚を使ったゲームや、フェッチなどがおすすめです。注意点、ハリヤは股関節形成不全や外耳炎などの健康問題を抱えやすいため、定期的な健康チェックが重要です。まとめ、ハリヤはその歴史、性格、外観から多くの愛犬家にとって理想的な家庭犬となり得ます。適切な飼い方とケアを行うことで、ハリヤは家族の一員として長く健康に暮らすことができるでしょう。